師匠は、よし、こっちにはいないな。今のうちにビジネス本を返してしまおう。俺がこんなの読んでるなんて知ったら、みんな幻滅するよな。はぁ、気が重い。こういう時はゲームをするに限るんだけど、なんか気晴らしになる本でも探そうかな。しかしどうしたものかな。今後のことを考えると、ナザリックはより積極的にこの世界の人間たちと関わっていく必要がある。でもな、うち人間を見下したり蔑んだりするやつ多いんだよな。人間と交渉するためにはせめて愛想笑いくらいはできた方がいいし、何より全ての人間が弱いと限ったわけでもないんだから、侮ってかかるのは危険だ。もう少し歩み寄る姿勢を見せてほしいんだけどな。お、これはテーブルゲームのルールブック？大昔のアナログなやつだな。判決切れのルールをわざわざユグドラシル内で本にしたのか。ひょっとして田村さんが持ち込んだのかな。あの人こういうの好きって言ってたもんな。待てよ、いいことを思いついたぞ。アルベド、デミウルゴス、シャルティア、アウラ、マーレ、これで全員だな。忙しい中よく集まってくれた。我らが至高の御方アインズ様のご命令とあれば。いつものメンバーかと思ったでありんすが、セバスやコキュートスはいないのでありんすね。うん、プレイ人数は5人が上限だったのでな。プレイ人数？アインズ様、一体何をなさるおつもりなのですか？今後この世界の人間たちとより踏み込んだ関係を築くことが想定される。その時に備えてお前たちにはもっと人間を理解してもらいたい。お言葉ですけどアインズ様、あんな連中理解する必要ありますか？アウラよ、お前は魔獣たちを刺激するにあたり、彼らの気質や特性、長所に短所、欲しいものや嫌がるものなど様々な情報を理解し活用しているだろう。それと同じだ。でも人間って魔獣に比べて弱くて役に立ちませんよ。大半の人間はな。だがこの世界には我々の知らない力がある。タレントしかり、武技しかりな。どこかには我々を凌駕する力を持つ人間もいるかもしれん。おたわむれよ。どうかな。この世界の存在を侮るのは危険だと、お前は身をもって知ったはずだぞ、シャルティアよ。申し訳ございません。よい、あれは私のミスでもある。未知なる存在を警戒せよと言っておきながら、私の心にもおごりがあった。人間を過当な存在と決めてかからず、冷静かつ適切に能力を見極めれば足を救われることもない、そうおっしゃりたいのですね？まさしくそうだ。そのためにも人間に対する理解を深める必要がある。でもどうやってですか？アインズ様みたいに人間のふりをして町に行ってみるとか。その考えも悪くはないがな、マーレ。まずはちょっとした練習から始めてみようと思う。そこでこれだ。ん？何ですかこの本？ハック&スラッシュアドベンチャー？いわゆるテーブルゲームの一種だ。プレイヤーは人間の戦士や魔法使いとなり、その能力を駆使して冒険する。なるほど、そういうことですか。どういうことですか？人間を理解するには人間の身になってみるのが一番ということよ。そうだ、お前たちは人間を遥かに超える力を持っている。そんな強者であるがゆえの自信が時に目を曇らせることもあるだろう。だからその力を封印し、人間と同じステージに立ってみてほしい。さあ、これがお前たちの使うキャラクターだ。はあ、この紙なんかいろいろ書いてある。私は盗賊？
罠の発見や解除に優れたキャラクターだな。弓や短剣を装備し、特技という特殊な技を駆使して戦うこともできるぞ。なるほどなるほど、この紙に書いてある能力だけを使って頑張れってことですね。面白そう。僕は僧侶だそうです。回復魔法に長けたキャラクターだ。いつ誰を回復するか、その見極めが戦闘の勝敗を左右するぞ。ドルイドであるマーレには釈迦に説法だろうがな。そんなことないです。あの、頑張ります。私は魔法戦士でありんす。剣と魔法を使いこなす器用なキャラクターだ。基礎スペックは低いが、その分臨機応変な立ち回りが可能となっている。お前なら使いこなせるはずだ、シャルティア。拝命いたしんした。私は魔法使いですね。多種多様な魔法を使うキャラクターだ。打たれ弱いが強力な魔法を使える。もっとも使える魔法が多すぎて使いづらくもあるのだが、デミウルゴス、お前ならそんな心配は不要だろう。お任せください。ご期待に応えてみせましょう。私は戦士なんですけど、あのアインス様、このキャラクタースキルとか魔法とか一切ないのですが。まあ、ただの人間の戦士だからな。攻撃力と打たれ強さはピカイチだが、特殊な能力は何もない。実際ナーベラルの報告によれば、人間の戦士の中には武器すら使えない土底辺のゴミもいるそうですね。俺のことじゃないよな。俺のことじゃないよな。今回は人間の弱さを体感し、彼らの気持ちを理解することが肝要だ。すまぬが我慢してくれるか、アルベドよ。我慢などとんでもない。失礼いたしました、アインツ様。任務を全うできるよう全力を尽くしてまいります。分かってくれて何よりだ。ではゲームを始めよう。あ、村の地図ですか？うん。このゲームはこちらが提示するマップをすべてクリアするのが目的だ。クリア条件はマップごとに異なる。マップをクリアってどういうことですか？まずはやってみようじゃないか。習うより慣れろというからね。クリア条件を探すのもゲームのうちですよね、アインズ様。そうだ。さて、お前たちは人間の冒険者だ。能力を見ればわかると思うが、まだまだ駆け出しだな。旅の途中、夕暮れ時に小さな村を訪れた。というところからゲームスタートだ。始まっちゃった。どうしようか。睡眠無効の能力やアイテムもないことだし、まずは今晩の宿を探すのが賢明だろうね。どうせならいい部屋で休みたいでありんす。この一番大きな屋敷なんてどうでありんしょ。そうね、そこに行ってみましょう。ではお前たちが村に入り、奥にある大きな屋敷に近づくと、中から初老の男性が出てくるぞ。さあどうする？殺します。あ、い殺します。グレートソードで攻撃、ダメージは6点です。待てアルベド、その前に教えてくれ、なぜ殺すのだ？もちろん宿泊場所を確保するためです。邪魔な人間は排除いたしませんと。見つけたやつから殺していく感じ？じゃあ私右側やるね。左側任せてくんなまし。いきなりこれかよ。やっぱ根本から倫理観が違うな。どうしよう、ここでこのキャラ殺されたら話が終わっちゃうぞ。ねえお姉ちゃん。なに、マーレ、あんたも右側手伝ってくれるの？じゃなくて、もしここで暴れて村中の人と戦いになったら、今の僕たちで勝てるかな。ナイスマーレ、真珠を発判剤。マーレの言う通りだ。今の我々は駆け出しの冒険者でしかないのだからね。数百人もの村人に袋叩きにされれば勝ち目はない。本来の能力を前提に行動するのは得策ではないよ。そうね、私としたことがついいつもの感覚で考えていたわ。そう、そういうの良くない。さすがアルベド、方針転換が早い。
速やかに屋敷を占拠し、バリケードを構築。ここを取り出として防備を固め、しかるのち安全に村を制圧しましょう。そっちじゃねえ。普通に止めてくださいって頼めばいいんじゃ。誇り高きナザリックの守護者である我々が人間に頭を下げるというの？それではアインズ様のお名前を汚すことになるわ。普段ならそうだけど、私たちって今ただの人間の冒険者なんでしょ？そういえばそうね。でもなんか尺でありんすね。人間に頭を下げると思うからいけない。その人間のキャラクターを操るアインズ様に頭を下げて止めていただくと考えてみては？アインズ様、お部屋にお止めください。初老の男性がうなずくぞ。初老の男性がな。ああ宿を借りたいとな。いいだろう。その代わり頼みがあるのだが。何なりとお申し付けください、アインズ様。な、待て。今のはこのキャラのセリフだ。かしこまることはない。私はこの村の村長だが、最近近くの洞窟にゴブリンが住み着いて困っている。別途謝礼を払うので奴らを退治してほしい。なんだ、ゴブリンか。楽勝だね。もちろんお引き受けいたします、アインズ様。話聞いてた。では村長から依頼を引き受けたということで、このマップはクリアだ。なるほど。おそらくこのゲームの目的は最終的に一つの物語を完成させることだろう。だからマップのクリア条件はそれに即したものになる。つまりとにかくとっとと話を進めろと。平たく言えば。次のマップはゴブリンの洞窟までの道中、広い野道だ。見た感じ怪しいものはなさそう。とりあえず一番奥まで進んでみようよ。お前たちが野道を進んでいると、突然道の脇から武装した男たちが現れる。見るからに野党という感じの連中だ。前に出て何の用かと尋ねます。命が欲しけりゃ持ってるもん全部置いていきやれ。まずは武器を捨てて服を脱ぎだ。あ、しまった。ついノリで野党っぽく喋ってしまった。うわっ、めちゃくちゃ恥ずかしい。いきなり何言ってんのこいつみたいな沈黙やめて。クソ、これ抑制されるほどの恥ずかしさじゃないのか。アインズ様の、なんだこのような場所で脱げだなんて、なんて大胆な。私はできれば二人っきりの時に。ですがアインズ様がそれを望まれるのであれば、このアルベドサキュバスとしてお答えしないわけには。そっちか。ちょアルベド一人に言われたわけじゃありませんでしょ。つまり私も脱げと。え、野党な、野党の言葉だからな。絶対脱ぐなよお前たち、いろいろ問題あるからな。とりあえずさ、この野党をどうにかしなくちゃいけないんじゃない？そうだね、多分マップのクリア条件だろうし。では戦闘に入るぞ。素早さの高いものから一回ずつ行動するのだ。アインズ様、敵の数はいかほどでしょうか？全部で6人、武装は全員同じだ。一番素早さが高いのは私かな。弓打ちます。ダメージは4点だけど、盗賊の特技急所打ちを使うから相手の防御力をマイナス3してください。こちらの防御力は1だから急所打ちの効果で0になる。すると4点のダメージがヒットポイントに素通しで入るな。的確な射撃を受け、野党の一人が悲鳴を上げる。次は私でありんす。アウラが撃ったのとは別の野党に近づいてブロードソードで攻撃、ダメージ4点。さらに火炎剣の魔法で剣に炎を宿し、ダメージを2点上げて合計6点になりんす。防御力で1点減らして5点食らうな。炎をまとった剣を受け、野党はバタリとその場に倒れる。これで残り5人だ。
次は私です。グレートソードで攻撃、ダメージは6点です。これも5点入ったな。重い両手剣がうなり、野党1人の首が飛ぶ。残り4人。何も使わずに6点出せるなんてずるくありんせん。いいじゃない、その代わり魔法も特技もないんだから。次は野党の反撃だ。目の前のアルベドとシャルティアにそれぞれ2人ずつ攻撃する。ダメージ3点を2回ずつ受けるのだ。鎧の防御力で2点減らして2点ダメージをいただきます。こっちは防御力で1点減らして合計4点受けんした。次僕の番だけど、癒しの魔法で回復した方がいいですか？まだ平気よマーレ、私のヒットポイントは最大20点だから。高っ、こっちなんて14点なのに。アインツ様のご寵愛の差よ。あらあら、それはどうでありんすかね。無駄に胸が大きいだけの牛女にはガサツな戦士がお似合いってことかもしれんせん。あなたも魔法戦士がお似合いよ。パワー不足を小技で補うところなんて、足りない胸に詰め物を捨てる誰かさんにそっくり。んだとやるか。シャルティアさんの方を直しますね。6点回復してください。アインズ様、私は火の矢の魔法を使います。ダメージ5点、防御力無視でお納めください。燃える魔力の矢が走り、野党の一人を焼き尽くした。これで皆のターンが一周したな。アウラの行動に戻るぞ。はーい、なんとなくやり方分かってきました。次の攻撃いくぞ。オーバーロード、攻撃ダメージ6点です。最後に残った野党もその一撃で倒れた。戦闘終了、マップクリアだ。終わった。結構かかりんしたね。アルベド、 HP どんくらい残ってる？20点中14点ね。情けない、たかが人間の野党ごときにこれほど手こずるなんて。回復しましょうか？不要よマーレ、この傷は屈辱の証としてあえて残しておくわ。素直に直してください。あなたが倒れるとこっちが迷惑するので。なお、倒れた敵からはアイテムを剥ぎ取ることが可能だ。この野党からは小さな宝石が手に入る。野党のくせに宝石なんて持っていいんすの？旅人から奪ったのでしょうね。まったく下賤な連中だわ。こんなところで追いはぎなんてつまんない人生だよね。我々には至高の御方にお仕えするという崇高な使命がある。しかし人間には生まれ持っての使命などないからね。この野党たちのようにただ漫然と生きるだけの無価値な日々を送る者は多い。そっか、生きる目的がないなんてなんだか哀れですね。やめて、鈴木悟の胸に刺さるからそういうこと言うのやめて。せめて有効活用してあげようじゃないか。アインズ様、私も剥ぎ取りに参加します。ドロップするのは先ほどの宝石だけだぞ。皮を剥ぎ取ります。剥ぎ取るってそっち？人間の皮なんて何に使いんすの？なめして固めてレザー装備にするとかね。それで誰かに使ってもらえたらこの野党たちも浮かばれるかもしれませんね。逆に呪われそうだな。お前たちが道を進んでいると大きな湖に差し掛かった。湖？ここでも何かイベントがあるのかな。湖から誰かの話し声がする。あいつらが近くに住み着いたせいでとか、困ったといった言葉が断片的に聞こえるぞ。誰かゴブリンの被害に遭ったんでありんしょうか？何か情報が得られるかもしれないわね。話を聞いてみたいところだけど。近づいてみると、湖の上に手のひらサイズの妖精たちが飛んでいるのを見つけた。
あ、妖精だ。おーい。声をかけると妖精たちはピクリと身をすくめる。キャ、人間、みんな人間が来たわ。知ってた。そんな空気になるって知ってた。アインツ様の裏声。なんて麗しいアリンスの。お前たちこれもありなの？守備範囲広すぎない？どうしたのって声をかけてみますけど。妖精たちはすっかり怯えてしまっている。魅力が4以上あるキャラクターでないと会話できんぞ。魅力4以上、誰かいる？魅力は交渉や説得に使う能力値のようだね。それが高そうな職業というと。僧侶のマーレでありんすか？あ、はい、魅力は5あります。よし、マーレ、お願い。妖精の皆さん、話をしたいんだけど。人間と話すことなんて何もないわ。だって人間ってひどい奴らなんだもの。そんなことないよ。人間にだっていいところはあるよ。例えば、例えば。カンペを出します。絶望の悲鳴が耳に心地よい。それいいところなの？あるいは言葉を理解できる程度の知性があるので何かといたぶりがいがあるの方がいいかね。よござんすね。追い詰めに追い詰めた後の血が格別も追加で、その感性妖精には通じないんじゃないかな。この方向で攻めるのは厳しいわね、マーレ。別のやり方で。じゃあもし困ってることがあったら言ってみて。僕たちで何とかするから。本当かしら。と言いつつも妖精は困りごとを教えてくれる。実は最近この近くに野蛮な人間たちが住み着いたの。そいつらったらお金になるからって私たちの宝物を盗んでいくのよ。ん？それってさっきの野党たちのことでありんしょうか？ゴブリンじゃなくそっちで困ってたのね。チャンスよマーレ。私たちがそいつらを倒したってアピールするの。妖精さん、その人間たちなら僕らが倒したよ。騙されないわ。人間は嘘が得意なんだもの。信じてくれないよ。どうしよう。カンペ出します。ここで一発芸。無茶言わないでよお姉ちゃん。マーレの一発芸、ちょっと見てみたい気はするけど。無理です、やったことないもん。カンペを追加します。パンドラズアクターのモノマネで。無理ですってば。やっぱあいつってみんなから見てそういう扱いなんだ。どうしよう、どうしたら信じてもらえるかな。頑張れマーレ、伏線はすでに貼ってあるぞ。そうだ、さっきのドロップ品を見せれば。そうそう、いいぞマーレ。これが証拠だよと言ってさっき剥ぎ取った人間の皮を見せます。なんでそっち出すかな。ほら妖精さん、この顔に見覚えないですか？しかも顔かよ、グロいよ。妖精は、そんな捨てられた子犬みたいな目で見られると。妖精はひしっとマーレの指を掴んだ。まさにそいつらよ、倒してくれてありがとう。おー、やったねマーレ。よかった、うまくいって。お手柄よマーレ。よくやりんした。よかったよかった。ああ、妖精の皆さん、こちら野党の持っていた宝石です。最初からそっちを出せ。その宝石は盗まれた私たちの宝、取り戻してくれたのね。妖精は涙ながらに喜んでいる。よしよし、マーレ、あとはゴブリンの話を聞いてみてよ。うん、あの妖精さん、この近くにゴブリンが住み着いたと思うんだけど何か知らない？もちろん知ってる知ってる。妖精はゴブリンの洞窟の詳細な場所とそこに至る秘密の近道を教えてくれる。いいですね、奇襲をかけられそうです。ではこれで
マップクリアだ。次のマップに移ろう。それではいよいよゴブリンの洞窟に到着だ。洞窟の入り口には槍を持ったゴブリンが2体立っている。お、見張りみたいね。一撃で仕留めないと中のゴブリンに警戒されてしまいんすね。距離は100メートル。アインツ様、敵はこちらに気づいていますか？いや、まだ気づいていない。今なら不意打ちが可能だ。ならアウラとデミウルゴスは弓と魔法で一体ずつ攻撃、シャルティアはどちらかが撃ち漏らした時に魔法で追撃して。オッケー、了解でアリンス。おお、さすが守護者統括アルベド。先の戦闘で各人の長所を把握し、早速戦術に生かしてきたな。その前に言ってよろしいですか？魔法を使ってアウラの攻撃力を上げたいのですが。うん、構わんぞ。ありがとうございます。では弓のダメージが2点アップしますケロ。あ、ケロ。この魔法の代償効果ですケロ。戦闘終了までプレイヤーは語尾にケロとつけることと書いてありますケロ。出たな、制作者の悪ノリの産物。ユグドラシルにも嫉妬する者たちのマスクとかいろいろあったな。私だったら絶対ごめんだわ。何を言うケロ、語尾にケロとつけるだけでダメージが2点も伸びるのだから使わない理由がないケロ。ところでなんでケロなんでありすか？ヤドクガエルの毒という魔法だからケロ。ヤドクガエルはケロケロ鳴かないけどね。あ、や、撃ちます。2点プラスで6点ケロ。別にアウラはケロつけなくてもいいケロ。映ってますケロ。意外と楽しいケロ。こちらは火の矢の魔法でもう1体に5点ダメージですケロ。両方倒れたケロ。だからそういう沈黙やめて。アインツ様。なんだアルベド。アインツ様がケロをおつけになるなら私もケロをつけてまいりますケロ。いや、いいぞ、そんなかしこまらなくても。そもそも戦闘終わったしな。おっと、アインズ様、ゴブリンの槍を回収してもよろしいですか？ああ、うん、好きにするがいい。では、早速洞窟の中に入りましょう。ああ、待て、洞窟の中は暗いからそのままでは何も見えんぞ。え、暗視とかできないんですか？人間だからな。うわ、使えないな、人間。吸血鬼にしてやった方が幸せかもしれんせん。人間が生きてることに何の意味があるんだろうね。あれ、なんか人間のダメさ加減を伝えるゲームみたいになってる。できないものは仕方ない。私が松明を持っておくよ。私とアウラが前衛、デミウルゴスとマーレを間に挟んで、シャルティアはしんがりをお願い。はいはい。では改めて洞窟の中に入ると、奥に長い通路が続いているぞ。アインズ様、先ほどの見張りから奪った槍をアルベドに持たせても。構わんが、槍の攻撃力は3だ。アルベドの剣の方が強いぞ。戦闘時には捨ててもらいます。この先どんな罠があるか分かりませんので、槍で床をつつきながら進んでもらおうかと。本当は10フィートくらいの長さが欲しいのですが。細かいこと考えるの好きだなこいつ。そういえばウルベルトさんもそういうところあったな。アインズ・ウルゴーンのみんなもまさか自分たちの作った NPC とゲームできる日が来るとは思ってなかっただろうな。あれ、今ってよく考えたらあれか、 NPC がプレイヤーをやって、プレイヤーの俺が NPC をやってるってことか。アインズ様。ああ、いや、なんでもない。お前たちがそうして先に進むとだな、突き当たりに扉を発見するぞ。開けます。毒針の罠が作動した。アルベドは防御力無視で1点ダメージ、さらに毒状態になる。え、もうやめてよ、今毒耐性とかないんだから。私が罠を調べるまで待ってって。ほら、マーレ、直してあげて。うん、毒消しの魔法使いますね。ごめんなさい、まだ普段の感覚が抜けてなかったわ。
いつもなら毒耐性アイテムがありんすものね。あれ何マーレ、どうかした？うん、ここのゴブリンたち、いちいち毒針の罠を解除して出入りしてるのかなって思って。宝物庫のような場所ならともかく、入り口からの一本道にそんな罠を仕掛けるのは非効率的だね。シナリオの荒探しをするな。多分そんな細かいこと考えてないよこれ。しかしアインズ様のこと、我々では理解の及ばぬ深いお考えあってのことに違いない。これ作ったの俺じゃないから。オーバーロード、ブロードソードで攻撃、ダメージ4点でアリンス。ではその一撃でこの部屋のゴブリンは全滅した。最後のやつやたら攻撃力高かったね。回復するねお姉ちゃん。ありがとう。他のゴブリンより明らかにダメージが大きい。ということはアインズ様、もしやそのゴブリン魔法の武器を持っているのでは。さすがデミウルゴス、いいところに気がついたな。このゴブリンのグレートソードは攻撃力が1点上昇する魔法の武器だ。剥ぎ取ります。目がマジだ。しょうがないでしょ、戦士なんて攻撃しかできないんだから。アインツ様、他に何か落ちていませんか？防御力アップのポーションがあるぞ。ターン1回を消費して飲み干すと、戦闘終了まで防御力プラス1点の効果だ。使った方が断然有利。でもターンを使うのは惜しい。アインツ様？ん？ポーションをこう口に含んだまま進んで、戦闘開始と同時に飲み込んだらターンを使わなくても良くなったりしませんか？せこい、せこい。これもパーティー全体の利益のためなの。ハムスケのように宝袋があればまあありかもしれんが。宝袋やば、宝袋パンパンのアルベド想像しちゃった守護者統括の威厳が台無しでありんすねアルベド、怒った？誰か宝袋を作る魔法とか持ってない？何そのピンポイントな魔法。オーバーロード、鍵開けの特技を使います。ガチャリと音を立てて鍵が外れた。お姉ちゃんすごい。さすが盗賊ね。さて、中には何があるかな？重厚な扉を開けると、奥に小部屋が広がっており、いろんなものが転がっている。物置かな？ひょっとして、宝物庫なんじゃないの？ちょっと探ってみましょう。探索の結果、5つのポーションを発見したぞ。赤、青、白、黒、木の5色だ。どんなポーションかわかりませんか？残念ながら鑑定不能だ。実際に飲んでみなければ効果はわからん。じゃあ一人一本飲んでみようか。やめた方がいいよお姉ちゃん。大丈夫大丈夫、どうせゲームなんだから。はい、マーレには青色あげる。飲みます。マーレが青色のポーションを飲むと、飲むと君は己の体に違和感を覚えた。あるべきものを失い、あるべきでないものを得てしまったのだ。なんてこった。君のキャラクターの性別を逆転させることだそうだ。性転換？つまりマーレが女の子になっちゃった？つい想像してしまったけど、特に違和感ないわね。でありんすね。普段の格好が格好だからね。僕女の子になっちゃうの？そんなの嫌だよ。嫌は嫌なのね。だってブクブク茶釜様が男の子として想像してくださったんですから。まあ男の娘と書いて男の子だけどな。確かにマーレが本当に女の子になるのは茶釜さんのこだわりに反しそうだ。まあまあ、あくまでゲームの話なんだから。あ、私
黄色いただきます。アウラが黄色のポーションを飲むと後戻りできない時の流れは果たして呪いか祝福か。君のキャラクターの年齢をプラス10歳すること。え？現実世界だったら絶対飲みたくないポーションね。10歳ね。なんか感じわかんないな。人間であればアウラが10歳年を取ったらアルベドくらいになるのか。アルベドさんくらいのお姉ちゃん。お任せください、アインズ様。すべては恩義のために。意外と雰囲気が出ているわね。ごきげんよう、守護者統括殿。第六階層は今日も平和でしたよ。もはや別人。あら、シャルティア、相変わらずチンチクリンだこと。胸も背丈も私の方が育っちゃってごめんなさいね。血吸って縮めたのか、こら。いつかこんなオーラを見る日が来るのかしら。ま、私もマーレもいつまでも子供じゃないからね。マーレが大人になるとどんな感じだろうな。ほらマーレ、アインズ様がお望みよ。大人になったつもりで喋ってみなさい。いきなり言われてもそんなのわかんないよ。いいからいいから、やるだけやりなって。まったく、姉さんはいつまで経っても変わらないな。おお、待ってください、今の僕じゃないよ。え、あ、失礼、私の腹話術です。主かい。男性には声変わりというものがあるからね。喉のこの喉仏という骨が声を低くするのだよ。喉仏、ダークエルフにもできるのかな。そもそも仏って何？元は仏のことだね。人間の信仰対象の一種だそうだよ。つまり我々で言うと喉アインズ様ね。なんでそうなる。喉アインズ様、何それ欲しい。それよりお前たち、ポーションはあと3本あるのだが。では私も赤のポーションを飲んでみんす。ノドアインズ様ができるかもしれんせんし。ペロロンチーノさん泣くよ。シャルティアが赤いポーションを飲むと。飲むと。おお、神よ、君が飲んだのはポーションではない爆薬だ。はい。以降火属性のダメージを受けると君は爆発する。爆発の効果は火の玉の魔法と同様に扱うことだそうだ。そんなー、うわー、外れ引いちゃったね。っていうか爆薬の設定が雑。火の玉の魔法ってどのくらいダメージが出るのかしら。デミウルゴスさんのキャラ使えます？ああ、もちろん。目標に防御力無視の12点ダメージを与える強力な魔法だね。さらに範囲攻撃扱いで隣接するキャラクターにも半分の被害をもたらす。シャルティアのキャラの HP が14点でしょ。火属性のダメージを2点以上受けたらさらに爆発で12点が入って一撃で沈むわね。周囲の人間も巻き添えでね。やば、うちのキャラ話しとこう。まあ大丈夫でありんしょう。相手がゴブリンなら火属性の攻撃を受ける機会なんてそうそうありんせんし。私の火の玉に巻き込まれない限りはね。やったら殺す。あの残りのポーションどうします？他にもこんな効果があったら。いや、逆に残ったポーションにはプラスの効果がある可能性が高いよ。どうしてですか？5本中2本がお遊び的効果で1本が強烈なデメリット効果だったからね。このゲームの制作者がバランスを考慮するとしたら、残り2本は両方メリットのある効果にして、お遊び2、デメリット1、メリット2にするか、あるいは1本にお遊び効果、もう1本にメリット効果を入れて、お遊び3、デメリット1、メリット1で構成するだろう。なるほど、そういう考え方もあるんですね。制作者のバランスを前提に動くパターンはユグドラシルでもあったな。あそこの制作チームはあえてのクソバランスを仕込んできたけど。まあ、もし私がこのゲームの制作者だったら、お遊びに、
デメリット3の構成にするがね。きっとプレイヤーはわざわざゴブリンが守っていた宝物庫にあるのだから、少なくとも1本はいい効果があるに違いないと思って最後まで飲み切るだろう。デメリット5じゃなく、あえてお遊び2が混じっているのがミソね。その方がいいものもあるかもしれないと期待を持たせることができるからね。悪魔だ、悪魔の会話だ。このゲームを作ったのが悪魔じゃないことを祈りましょうか。爆薬飲ませる時点で悪魔でアリンス。アインツ様、残った2本のうち白のポーションを頂戴します。うん、アルベドが白のポーションを飲むと、飲むと熱い力が体中を駆け巡る。今後非属性ダメージを2点減少できる。よし、そっち飲めばよかった。なお、この愛のポーションを飲んだことで君は愛の戦士として覚醒を遂げた。今後攻撃の際には必ずラブと名の付く必殺技名を叫ばなければならない。ラブダサい、超ダサい。必殺技の名前を叫ぶと何かいいことあるんですか？特にない。メリット&お遊び効果のパターンだったか。実質メリットだけみたいなものよ。ラブを叫ぶくらい別にどうってことないもの。サキュバスだし。サキュバスってそういうもんだっけ？白を飲まなくてよかった。これだけは飲むわけにはいかなかったね。ためらいなくケロケロ言わす主もラブはダメでありんすか？悪魔だからね。その言葉を吐くとダメージを受けてしまうのだよ。嘘つき！さて、ではそろそろ行こうか。あれ、最後の黒のポーション飲まないんですか？やめておこう。このゲームの制作者は意地が悪いようだ。他に飲む人遠慮しておきんす。私もこれ以上変な効果が入るのは嫌だし。やめといた方がいいよお姉ちゃん。どんな効果か気にはなるけど、まあいっか。次行こう。次。黒のポーションは飲まなかったか。そういえばどんな効果なんだろう。弾ける炭酸、喉越し爽やか、シュワシュワ感、コーラだよーん。いや、だよーんじゃないよ。絶対滑るよそんなの。読み上げるこっちの身にもなれよ。あ、突っ込みすぎて抑制入った。オーバーロード。行ける道は全部行ったから、この先が最後の部屋だね。マッピングご苦労様、アウラ。任せてよ、こういうのも盗賊のたしなみだからね。最後の部屋ということはゴブリンのリーダーがいるはずだね。気をつけて進もう。そうね。では扉を開ける前に防御力アップのポーションを飲んでおきます。はいはい、お好きにどうぞ。飲みました。開けます。アルベドが扉を開くと奥には大きな部屋が広がっている。そこに控えていた数匹のゴブリンが慌てて武器を構える中、のっそりと大きな影が立ち上がる。全長2メートルを超す筋骨隆々たる巨体、手には禍々しい光を放つ魔性の剣、ラングイバをむき出しにし殺戮への渇望に目をランランと光らせたゴブリンがドラを鳴らすような雄たけびを上げる。こ、怖そう。たかがゴブリンなのにアインズ様がおっしゃるととんでもなく強そうなモンスターみたいでありんす。実際これまでの連中とは比べ物にならない相手のはずよ。その通り。このマップのラスボス、ゴブリンキングとの戦闘開始だ。まずは私、急所打ちを使ってダメージ4点&防御力3点無視。ゴブリンキングは特技致命傷回避を使用、受けるダメージを3点減少。嘘、あいつ特技使ってきた。波の敵じゃないってことでありんすね。シャルティア、あなたは雑魚の方へ向かって、マーレたちを狙われるとまずい。了解。雑魚ゴブリンに接近して火炎剣と合わせて6点ダメージ。私はゴブリンキングに向かいます。魔法のグレートソードで7点ダメージ。
ここでゴブリンキングの反撃だ。キングが剣を振り回すと刀身から炎が噴き出す。火炎剣が自動発動するブロードソードだ。そっち行かなくてよかった。アルベドよ、8点ダメージを受けるのだ。さすがに強い。でも非属性ダメージなら2点減らせる。次は私ですね。ゴブリンキングに火の玉の魔法を打ちます。それ範囲魔法だからアルベドにも半分ダメージいくぞ。構いません、どうせ次はマーレの番ですし、これも非属性ダメージですから。今はボスにダメージを積み重ねることを優先します。悪魔的発想。悪魔だからね。はい、ゴブリンキングに12点、アルベドに6点のダメージです。戦術的には理解できるけど釈然としないわ。アルベドさんを回復します。癒しの魔法で6点回復です。では最後にザコゴブリン2体がシャルティアに攻撃。ダメージ4点を2回受けてくる。合計6点ダメージでアリンス、結構痛い。オーバーロード。決めるわ、アインズ様ラブアタック。7点ダメージ。ダサい。ダサい。しょうがないでしょ、そういうルールなんだから。魔力を帯びたグレートソードがゴブリンキングを袈裟掛けに捕らえる。ゴブリンキングは苦しげな悲鳴を上げて数歩後ずさる。そのまま倒れた。戦闘終了だ。やったー、倒した。危なかったね。回復の魔法あと1回しか使えなかったよ。私なんて残り HP2 点でアリンス。見事だったぞお前たち。これでこのマップはクリ。お待ちください、アインズ様。あ、どうかしたの、デミウルゴス。ずっと考えていたのです、なぜあの村長はゴブリン退治を依頼したのか。え、近くにゴブリンが住み着いたのなら領主なり何なりに兵を派遣してもらえばいい。通りすがりの冒険者に退治を依頼するなど悠長というほかありません。いやいやいや、だってそれじゃ冒険が始まらないだろう。言われてみればそうだね。村人にしてみたらゴブリンごときでもすごい脅威なわけだし。でもあの村平和そうだったね。そこだよマーレ、私が気になったのはね。ゴブリンたちにしても不思議には思わないかね。洞窟に扉や罠を設けているくらいだ。住み始めてしばらく経っていると見ていいだろう。ならば食料を調達するためにもとっくに村を襲っていておかしくない。倒したゴブリンは12匹、王女隊の割に家畜を連れている様子も作物を栽培している様子もない。どうやって食料を調達しているのかは私も気になっていたわ。いやほら、あのそこはゲームだからね。そしてゴブリンたちの妙に充実した装備、なぜゴブリンごときが魔法の剣やポーションをあれだけ持っていたのか。そりゃいいアイテムがドロップした方が嬉しいだろう。ここから考えられることは一つ、あの村の村長はきっと裏でゴブリンたちと手を結んでいたのだ。ゴブリンたちに作物を納めて標準を示しつつ、通りがかった冒険者を洞窟に誘導し始末させる。そして冒険者の装備はゴブリンが奪い、金品は村長に分けられるという寸法だ。ゴブリンが人間の金を持っていても仕方がないからね。この魔法の剣も罠にかかった冒険者の遺品ということね。でもだとしたらゴブリンは私たちの接近に気づいていたはずよ。いつもなら村長は村人を伝令に出して冒険者が洞窟に向かったとゴブリンに伝えていたのだろう。だが今回は、ひょっとして野道に野党が出たせいで知らせに行けなかった。そう、何も知らない野党が伝令役の村人を殺したせいでゴブリンたちは我々が来ることを知らず奇襲を受けて壊滅してしまったというわけさ。なるほど、辻褄が合いんすね。いやーそうかな、デミウルゴスの喋り方に説得力がありすぎるだけじゃないかな。アインズ様がただゴブリンを退治するような単純なゲームをされるはずがない。この真の企みに気づけるかどうか我々を試しておられた。そうですね、アインズ様。ん？いやそんなわけないじゃん、単に深読みのしすぎだよ。なんて言ったら
俺とデミウルゴスのメンツがどっちも丸つぶれになるよな。ここは乗っかるしかない。さすがはデミウルゴス、その通りだ。よく気づいたな。いえいえ、今回のシナリオには不自然なポイントが多かったからです。あれは我々に対するヒントだったのでしょう。うん、そうだとも。少しヒントを出しすぎてしまったかな。アインズ様が本気で策をお考えになれば、我々ごときに見破れるはずもございません。絶妙な塩梅かと。そうか。一応さ、ゴブリンキングに裏取っとかない？そうね、ゴブリンキングに剣を突きつけて全て白夜を脅します。あ、うん、倒れたゴブリンキングは三丁目裏切りやがってとわめいている。デミウルゴスの推理が当たったようね。あの村長には人を苔にしたツケを払わせてやらないと。全部話したんだ。命は助けてくれよとゴブリンキングは言っているが。うるさいので殺します。だよね。で、これからどうするつもりだ。元のゲームの設定じゃもうクリアでいいんだけど。村長が黒であるのは明白。十分に休息を取った後村に戻り、夜を待って火を放ちましょう。いかに数が多かろうと、所詮村人、寝入っている間に家を燃やされればパニックに陥るが道理。その混乱に乗じ村長の屋敷を急襲します。うわーい、大虐殺だ。お前たちが夜の村に火を放つと、小さな家々が炎上し、暗い夜に赤々と炎が踊る。村に無数の火の粉が舞い散る中、目を覚ました村人たちは突然のことに驚き、泣き叫びながら逃げ惑う。楽しい！はい、そこ！血の狂乱みたいな乗り出すのやめなさい！作戦通り、村長の家に近づき火の玉を発射します。デミウルゴスの放った火球は村長の屋敷に着弾するや否や凄まじい爆炎を撒き散らした。屋敷は瞬く間に火に覆われ、あっけなく倒壊する。たまやー、さぎやー。どこで知ったのそんな文化。そして次の瞬間、燃え上がる屋敷の内側から闇のエネルギーが吹き出す。ほう、これはこれは。炎の中から現れたのは、漆黒の肌と鋭い爪を持つ一体の悪魔。おのれ貴様ら、よくもやってくれたな。かくなる上は私自ら相手をしてくれる。いい、もうやけくそだ。強そうなボスを適当にでっち上げたり。なるほど、村長の正体は悪魔でしたか。人間とゴブリンを手玉に取っていたつもりだったのでしょうが、残念でしたね。あんたの企みもここまでよ。小賢しい矮小な人間風情が我が力でひねり潰してくれるわ。矮小、ほんと矮小だったね、人間って。今回やってみてつくづく身にしみんした。いや、そこで盛り下がるなよ。でもその矮小な人間の力でここまで来たでありんす。お、そうよ。だから今さらこんな奴になんて負けてられない。このゲームをクリアしてアインズ様にお喜びいただくために。うん、みんなの力を合わせてあいつを倒そう。見せてあげるわ、矮小な人間の力というものを。おお、なんかいい感じだぞ。悪魔など正義の前には無力。お前が言うと途端に嘘くさいというか、明らかに嘘だなそれは。では最後の戦いを始めよう。敵は村長デーモン一体だ。ネーミング雑。きっとこのゲームの制作者のセンスが悪いんでありんすよ。だよね、
アインズ様ならもっといい名前つけるもんね。ん？お前たちどうかしたか？いえ、何も。そうか。ではアウラから行動するがいい。はい。いつも通り急所打ちでダメージ4点です。甘んじて受けよう。だがその程度では山頂デーモンは小揺るぎもせんぞ。近づいて攻撃。ゴブリンキングからぶんどった魔法のブロードソードだから自動で火炎剣がかかって6点でアリス。防御力で減らして4点ダメージをもらおう。まだまだ。こちらも接敵してラブスラッシュ。グレートソードで7点です。次、アウラにヤドクガエルの毒を飛ばします。ダメージ2点アップ。ケロ、サンキューケロ。守りの魔法を使ってアルベドさんとシャルティアさんの受けるダメージを1点軽減するバリアを張ります。では山頂デーモンの行動まとめて投げ払ってくれるわ。長い尾を振り回し近づいてきたシャルティアとアルベドに8点ずつダメージを与える。範囲攻撃か。さすがにやるわね。これで全員1回ずつ行動したな。アウラに戻るぞ。もう急所打ちは打てないので普通に弓で攻撃。4点に2点アップで6点ケロ。防御力の高い相手なら3の矢の魔法を使いんす。防御力無視の3点ダメージ。さらに戦闘終了まで防御力を1点減少。すかさず攻撃、ラブセイバー。7点ダメージ。シャルティアの魔法のおかげでさっきより1点多くダメージが入っているはず。火の矢の魔法で防御力無視の5点ダメージです。ケロを忘れているケロ。おっと、5点ダメージですケロ。僕はどっちを回復したらいいですか？ここは HP の低いシャルティアの方を。私に考えがあるんす。アルベドを回復してくんなまし。わかりました。癒しの魔法でアルベドさんを6点回復です。尊重デーモンの行動だ。先ほどと同様王を振り回して2人に8点ずつダメージを与える。シャルティア大丈夫？失敗イリンセン、まだあと2点アリンス。では次のターン、アウラからだ。弓でダメージ6点です。シャルティア、ゴブリンキングに組みついて自分を剣で刺すでアリンス。シャルティア、あなたまさか。どうせ次の攻撃が来たら耐えられんせん。ならここで。そうか、今の武器には火炎剣がかかってるから。火属性のダメージを受けたことでシャルティアの体が爆発。至近距離にいた尊重デーモンに防御力12点のダメージを与え、その皮膚をズタズタに引き裂く。しかしその代わりシャルティアのキャラクターは死亡する。シャルティアさん、アインズ様にはシャルティアは最後まで勇敢に戦ったと伝え、ガクシャルティア。さすが死ぬ演技がうまいケロ。この前死んだだけあってトラウマえぐんな。ん？シャルティア、その魔法範囲攻撃だからアルベドにも半分ダメージがいくぞ。え？あ、ほんとだ、アルベドごめん。防御力無視の6点ダメージでアリンス。シャルティア、なんという覚悟だ。尊重デーモンはふらついている。なぜだ、なぜたかが人間にこれほどの力が。愛よ。愛、崇高なるアインズ様への愛がある限り我々は誰にも膝を屈さない。これでとどめよ。アインズ様を慕い申し上げておりますというか押し倒したいです。ラブテンペスト。技名にかこつけて
欲望ぶっちゃけてるだけになってる。シャロン、グレートソードでダメージ7点です。アルベドの一撃が山頂デーモンを真っ向から切り伏せる。グワすまん、 HP1 点残った。あ、では火の矢を撃ちますケロ。5点ダメージですケロ。死んだそんな目で見ないでほしいケロ。これでゲームクリアだ。見事だったぞ。まさか村長の真の企みに気づくとはな。お褒めに預かり恐縮です。それにアインズ様、我々が気づいたのはそれだけではありません。うん、そうか。このゲームを通じてお前たちも学んだようだな。はい、やはり人間はカスだということ。え？弱い弱いとは思ってたけど、まさかここまで使えないとはね。うんうん、せいぜい狩りの獲物か食料がいいとこでありんす。さっきいいこと言ってたじゃん。人間の力を見せてやる的なこと言ってたじゃん。しかしお前たち、そんな人間でもあの悪魔を倒せたではないか。はい、愛ゆえに。愛？そう、あんな弱いデータでも戦えたのはプレイヤーである我々守護者にアインズ様への愛と忠義があったからこそ。そうか。デミウルゴスが言っていたように、人間たちは我々とは違い、思考の御方に仕えるという使命を持たずに生まれてきます。そしてそのまま生きるだけではあの野党たちのように意味のない人生を送ってしまう。ですがアインズ様に忠義を誓い、アインズ様のために戦う愛の心があれば、たとえ矮小な人間といえども本来以上の実力を発揮できるはずです。そしてそうなれば人間ごときにも使い道が生まれる。アインズ様は我らにそれを気づかせたかったのですね。このゲームをプレイしなかったら人間なんてとりあえず殺しちゃえくらいにしか思わなかったもんね。どんな種族でも同じ志を持っていれば仲間になれる。それは人間も同じってことだね、お姉ちゃん。まあ、アインズ様に忠誠を誓わない人間がいたらどんな目に合わせてもいいということでもありんすけどね。その通りだ。さすがはお前たちだ。よくぞ分かってくれた。さすがはアインズ様、思考の御方。なんか目論見からは外れてしまったな。まあでもいいか、あいつら楽しそうだし俺も結構楽しかったし。考えてみたらゲームで遊ぶなんて久々だったもんな。この世界で他のプレイヤーに会えたらこんな風に遊んでみるのもいいかもな。